はい、皆さんこんにちは、アジでございます。太鼓さんのアキンドさんでパート109ですね、やっていきたいと思いますね。うん、私はいつ、ここで見れるんだっけ。なんだかね、今いくつ、24歳か。もう24歳なのね。15歳ぐらいから始めたっけような気がするんですが、ザワ行ったよね。ちょっとマーロさん会っときましょうか。証人不全ね。この人ね、証人って言ってくれるんですよね。態度悪いんですけど、いい人なんですよね。じゃあね、目方の町できたかな。まあお金ばらまこっか。ザで持ってても知らないもんね。攻撃品購入、味噌がお買い得。信楽焼が47貫、うん、いいですね。売却、売れるもんがないのね。そうなのね。信楽焼き重いのね。売却でごぼう、小豆茶、ダメ、全然ダメですね。まあ、今浜の町で売って、売却ね。茶が24巻ね。茶を売って、小豆か9巻、まあこんなもんでしょうね。で、ごぼうが5巻、まあこんなもんでしょうね。で、顔はちょっと足がやけ高いですね。青素も高い、麹も高いね。こんなもんか。じゃあいいでしょう。ちょっと今回はね、前回下へ結構行ってるんでね、上を舐めていきましょう。久しぶりに戦います。この距離ならね。ひぎで量産増えたんですよね、これね。生薬、弓か。こんなもんかな。痛い。あらまあ、ちょっと待って、やつすごいな。直線上の敵、いけない、一箇所しかないね。一刀両断。何行こうかな。切り落とし、敵一人を攻撃する。切り落としで行ってみましょう。どんなビジュアル？普通。やばいんじゃない？やっつけきれなかった。ちょっと待って。こらーまずいぞ。止血じゃないね。止血か。止血ね。やられかけた。危ない。この人、強いぞ。親分か。俗に親分っていたの。今初めて知ったけど、これはもう秘技で倒しましょう。まだこれも、霞か。やっつけましたね。危なかった。ちょっと生薬で、やっぱりこのね、戦いでね、体力を回復するっていうのは基本ですからね。これで一直線、敵近寄ってきてますね。ちょっと一直線で打つ技を使おうかなと思ったんですが、来るかな。来たね。よし、ここで肘、直線上の全ての敵を、これでね、行ってみたらどうでしょうか。背景凝ってますね。なんかね、般若の面が出たりとか。強い。さすが村正、違いますね。結構手間取りましたけどね。紙と伊藤屋が紙と、ちょっと待って。紙と油じゃなくて
紙とイワシ用ごとに油紙の開発に成功できるの。あ、そうなのね。紙と魚でもいけるのね。あ、されるようになります。ああ、いいですね。岐阜の町、あ、他のお店がやってくれることでも、他の商家がやってくれることでもいいことあるんですね。お、信楽焼き63貫1万5000貫の取引。ああ、やばいね。10万貫超えるとやばいので。あ、紙ね。そうなのね。知らなかった。なんでもありなのね。イワシでもいいのね。イワシって油出るまま。まあ、生き物だから油はあるのかな。そば8貫は高い気がするんですけど。じゃあ、買っておきましょうか。で、相場調査をいたしますと16巻。投資まだいらないかな。ちっちゃい町に投資しましょうか。あ、じゃあ山陰なめて帰りましょうかね。ちょっと、ああ、でもどうしよう。もうちょっと、石川県ぐらいまで行っちゃいましょうか。富山ぐらいまで行っちゃいましょうか。で、ザーで売却紙で俵物ですね。まあそばね、そばはね、利幅がない、少ないですね相変わらず。あ、キートね、キートもなんか作れそうな気がしますけどね。ただキートがあるところに販路が引けないのかな。ナス、味噌、レンコン。あ、レンコンはまあまあいいですよね。ナスは微妙だったんですけど。はい。ちょっと待ってくださいね。相場の調査しておきましょう。あ、そうだわ。それはもったいない。投資をね。もうこの際2万貫ぐらいしちゃいましょう。ね。はい。で、お次は富山の町で。じゃあね。売却。キート27巻美味しいですね。キートに幅でかいね。漆10巻は安いね。レンコン7巻はいいですね。で、攻撃の購入で、あ、鉛ね、鉛。あとは炭巻きはダメなんで、あ、キュウリね、キュウリ化けましたもんね。キュウリはいいですね。はいはいはいと。あ、ちょっと待ってくださいね。相場調査。あ、中だから投資しときましょうか。1万貫ね。もう九州以外にも投資しちゃいましょう。キオスの町に、あ、納屋がキオスの町に新たに店を出したとのことで、あ、これで販路も滑るのか。そっかそっか。なんかだんだんね、もう今頃なんて分かってきましたね。行き先して、金沢、オバマ行ってないですかね。うん、オバマまで行きましょう。帰ったら皆さんも仕事ね、部下の皆さんも仕事終わってると思うんで、こういうちょっとローテーションにしましょうかね。今の規模は大か。大だったらまあまあいらないか。あ、名前29かね。で、漆12巻。あ、きゅ、あら？キュウリ7巻？キュウリ7巻ダメね。漆も12巻安いような気がするね。お、油紙でもない在庫が。油。あ、いやいや。イワシね。あ、里芋か。里芋とイワシ買っちゃおうかな。イワシ買い占めちゃったらね、材料ないからできなかったりしね。油紙だね。よいしょ。さあ、お次は。あ、亀山の町やりましょうか。青蕎麦安いでね。あんま来ないとこなんですけどもね、亀山はね。で、売却。あれ、こんなもんかな。きゅうりもうちょっと化けてもいいような気がするんですけど、あ、イワシはいいですね。イワシいっときましょう。で、里芋。うん、まあ里芋もこんなもんなんでしょうね。きゅうり。きゅうり18巻ぐらいまで売れなかったけど、どっかで。あ、勘違いしてるかな。あ、キートね。キート。で、何だろう。あ、エゴマね。エゴマ5巻で売ってるのはね、なかなかないんでね。他で大体7巻ぐらいですもんね。あと、小豆。
あ、もう持てないかい。ここの相場は、あ、中なんでね、投資しときましょうか。1万缶と。はい。で、お次は、よいしょ。あ、間違えちゃった。あ、伊豆市の町ね。山陰から帰りましょう。あ、来ましたね。176勝、200戦してますね。これって、ダメか。ダメだろうね。これで3方向打つ技は、2人当たるか。でもなんか暗いそうだね、いっぱいね。やっつけきれないと。やめときましょう。やっつけきれないといっぱい食らうの目に見えてるもんね。これは3方向は、おお、みんな当たるわ。行ってみようか。はい、さっきあれやった方がよかったのかな。攻撃力上げてる方がよかったのかな。おー、まあこれは仕方ないわね。よいしょ。あとこれで止血しときましょうか。これでいいんじゃないですかね。はい、で、ザデー。ここの相場は、あ、チューなのね。チューを投資するつもりで、あ、できますね。キーと取れたらね。で、あ、小豆10貫、10貫売ったらいいですね。漆が安い。英語も8貫ダメね。あ、キュウリ7貫かな。まあこんなもんでいいか。で、こういうね、EO21 巻ちょっと高いけどね。でもいいか。あ、いや待てよ。あー、鉄高いな。鉄の方が高いね。安と13巻で買えるもんね。それだったら愛さんの方がいいような気がする。あー、もう持てない。で、投資ね。1万缶で、はい、よいしょ。で、鳥取の町ですね。うん、良いですね。で、愛もいいですね。漆11巻。あ、こんなもんかな、もうね。で、エゴマ9巻。で、購入ですね。うん、鉄買っちゃいましょう。で、あ、里芋高いですね。こんなもんかな。相場を調査して、あ、中か。投資しておきましょうか。はい、やっぱ店は独立しないと出せないんでしょうね。民家誰か、あ、いますね。あー、はい、酒田屋が高価な木材と。あ、なんかどん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 成功していってますね。はい、この人は、あ、霊法が得意なのね。天子勝久さん。17歳は若いですね。やめときましょう。で、売却ね。鉄はダメね。あ、あら、あ、購入ね。鉄買い増ししましょうかね。あれ、あ、これ紙か。あ、紙15巻だってもいいですね。紙15巻でもいいですね。鉄が20巻か。鉄も買いまそっか。しばらく売れなくなりますけどね。しばらくここ鉄ばっかりの通りだったかな。はい、早く独立がしたいですね。ね、鉄が安かったですね。12巻でしたもんね。購入。鉄ね、まだまだ買いましょうか。ドカーンと行きましょうか。あ、もう鉄だけになっちゃった。鉄だけになっちゃった。と
ということはここも鉄かな。ここあここまで行けるな。ここまうんここまで行くしかないのね。でこれで鉄ドカッと売れたら嬉しいね。はい、で売却ね。あダメだ。ダメでした。というわけでここらまで行きましょう。座で売却ね。あ23巻そんなもん。ちょっと待って、それやだな。やなんで博多行っちゃおっか。売却ね。おお32巻化けた化けた。これ600売るからね。19,500巻。ああいいですね。購入しちゃいましょうか。あ、あかねさんね。あかねさんいいですね。と、あと、そば、そばかな。まあ、そばも微妙だけどね、9巻だったら。多分10巻ぐらいでしか売れない気がするんですけどね。よいしょ。あ、じゃあ、ちょっと時間よくなりましたね。ちょっとこの辺で終わっておきたいと思います。太鼓さんのアキンドさんがパート109ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。